今日は少し遠めの距離3件 5.4 メートルの距離で遊んでみたいと思います。それと、手裏剣を始めたばかりの方、なるべく早くこの3件っていう距離をクリアしてほしいので、そういったこともお伝えしながら遊んでみたいと思います。距離は3件取ってあります。6尺棒を3本分です。一番手前だけアベノイドで外してますけれども、6尺棒3本3件、メートルでいうと 5.4 メートルです。この 5.4 メートルっていう距離がちょうどやはり手裏剣を始めるにあたって、何でしょうかね、一つの壁と感じるような方も多くなる距離ですが、実際古流棒手裏剣大会でもこの3剣という距離は使います。例えば変化 A で一番下がるときには3剣から打ちますし、あとは希望者を募って3剣の距離から9連打というのもやります。ですのでこの3剣という距離、これを手裏剣を始める方はなるべく早くクリアしたい距離の一つだと私は思っています。なるべく早くクリアをしてほしい。3件ぐらいが刺さるようになると、非常に楽しくなってきます。それと、3件ぐらいから練習を始めると、まず跳ね返って自分に当たるということがないので安全というのもありますので、なるべく、ね、苦手意識を持たずにチャレンジしていただきたい距離です。手元に9本持っています。ちょっと打ってみたいと思います。3件から今9本打ちましたけれども、的を用意していないのでちょっと分かりにくいんですが、大体こんな形です。同じようなところに集まるようにはしています。この3件という距離なんですけれども、刺さらない要因というのはいくつかあります。手裏剣が刺さらない要因として、まずは手裏剣が回転しすぎてしまう、手裏剣が左右にぶれて刺さらない、手裏剣が全く回転せずに的に当たって刺さらない、この3つがあります。ただしある程度の距離、3剣ぐらいの距離になってくると、ほとんどの方が左右にぶれるか回りすぎて刺さらない、この2つに限定されてくると思います。なぜかというと、3件の距離で立ったままもし打てる、そういう方がいたとしたら、その人はもう3件の距離はクリアしていると考えていいです。これが倒れてこないだけの話なので、もしくは使っている手裏剣との兼ね合いにもよりますけれども、大体の方が立って当たるようでしたら3件はもう刺せる距離になっていると思います。つまりこの距離が刺さらない人っていうのは左右にぶれているか回りすぎているか、左右にぶれている場合は手の力が強すぎます。指、親指に引っかかっていたり、人差し指や中指に引っかかっていたり、これは余分な力が入ることで生まれます。つまり距離の苦手な意識から余分な力を体に入れてしまうことで左右のぶれが生じてしまいます。そしてもう一つ、回りすぎているという方、これが実は一番多いんじゃないかと思います。そこで以前もご紹介しましたけれども、この距離3件ぐらいの距離になった時に、ほんの少しですがお尻側、剣尾側を弾くように手裏剣を使ってあげるというテクニック、これも必要になってくると思います。つまり手の中を手裏剣がすり抜けます。最後にここですね、
ほんの少しだけ押してあげてください。ただしこれも慣れてきたら多用はしない方がいいと私は考えます。いつまでも的に沿って手をこうやって動かすような形、顕微を抑えよう抑えよう、なんとかしようと思っていつまでもこう押してしまうような動きをすると結局不安定になってしまいます。いろんな考え方がありますが、私の考え方ではどの距離でも同じ持ち方、それから同じ打ち方で打ちたいです。手裏剣は手から自然にすり抜けていくだけがいい。ただそこの過程でほんのわずか抑えるか抑えないかの調整でどの距離も打ち分けたいです。いつまでも顕微を抑えてると、今度は先ほどお話をしたように手裏剣が倒れずに的に当たり出してしまったり、不安定になる要素の一つになってしまいます。ですので極端にこれは多用しないでください。あくまで補助輪程度に考えておくといいのではないかなと私は考えています。手裏剣は手の中をすり抜けます。最後、手から離れる時にほんのわずかこれぐらいの角度で打ち出すイメージでしょうか。このまま手からすり抜けていったらもう手裏剣が倒れて手から離れてしまうことになります。そうではなくて少し90度よりも倒すぐらいのイメージで打ち出してあげると、手裏剣が倒れるまでの時間というのは非常に遅くなります。つまり距離が伸びるということになります。ぜひこれは試してみてください。ただあまり多用はしないでください。私も最近気がつきました。これがなぜダメなのか、気がついたのかどうかわからないですが実感しました。最終的にはやはり手から自然に手裏剣がすり抜けて全ての距離を打ち分けたいと思ってます。が、ぜひ最初のうちはこれ使ってみてください。以前手裏剣の倒れやすさを検証しました。倒れにくい手裏剣は太くて短い手裏剣であると私は考えています。でもそれは手裏剣本体の話であって、先ほどお話をしたように手裏剣のお尻側、顕微側を押す、弾く、この打ち方をした場合、手裏剣が長い方が手裏剣が手のひらをすり抜けていく時間は長くなります。そうすると微細なコントロールがしやすくなります。調整がしやすくなる。ですので長い距離を打つ場合でしたら長い手裏剣を使った方が有利だと私は思っています。もちろん限度はありますけれども、3剣という距離に苦手意識のある方にお伝えしたいのは、まず3剣という距離は力がなくても届く距離だということ、そして届けば刺さるということです。これも以前検証しましたが、手裏剣を手に持って力の限り畳を打ちつけるよりも離れたところから軽い力で投げた方が深く刺さるということがありました。つまり物を投げるということはそれだけ大きな力が働くということです。その力を使えるんです。届けば刺さります。それぐらいの軽い気持ちで臨むことで距離の苦手な感じと言いますか、不安、そういったものは取り除かれると思います。届けば刺さります。力を入れなくてもいいんです。余分な力を入れなくてもギリギリ畳に届くぐらいの距離で打てば刺さります。ですので本当に軽い気持ちで打ってみてください。今日はちょっと話が長くなってしまいましたが、一番に何をお伝えしたいかというと、手裏剣はある程度長い距離が刺さるようになると本当に楽しくなります。
私も最初、三尖なんてどうやったら刺さるんだろうって悩んだ時期がありました。でも絶対に届きますし、絶対に刺さります。ですので、手裏剣を始めたばかりの方、なるべく早い時期にこの三尖、これぐらいの距離はトライしてほしいです。そうすることで手裏剣の面白さ、どんどん広がってくると思います。というわけで、今日は3剣の距離で遊んでみました。もし3剣の距離が届かなくて悩んでいるとか、うまく刺さらなくて悩んでいる方いましたら、コメント欄に書き込んでください。できる限り対応させていただきます。本当にね、手裏剣やってる方はみんな仲間だと思ってます。私がたまたまこういう場所があるから練習できてます。なそれで身につけたこととか覚えたこと、そういったことが少しでも力になればいいなと思っていますので、気軽にコメント欄使ってみてください。それといつも高評価、グッドボタンを押していただいている方、ありがとうございます。今回の動画も面白ければ、高評価、グッドボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。では、今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。